こんにちは、小林です。今日は私のアプリの隠れた性質をあぶり出す研究についてお話しします。私はソフトウェア工学という分野の研究をしていて、ソフトウェアをですね、工業製品として見ることも多いのですけれども、ソフトウェアがですね、他の工業製品と比べて大きく違う面白い点があります。それはですね、ソフトウェアが現実世界で解決する問題、あるいはソフトウェアが関わる、講義の意味でのビジネスは非常に多様であるということです。そしてですね、ビジネスごとに異なる制約というものがあります。例えば図書館の管理システムだったら、本を借りているのは常に図書館会員である、あるいは、座席の予約システムだったらダブルブッキングが起こらない、そういった制約が必要になってくるわけです。このような制約に沿ったソフトウェアを作らないとですね、うまく丁寧に作ったつもりであっても、望まぬ結果が得られてしまって嬉しくないということになってしまいます。このことは産業界でも言われていまして、制約の設計などを中心としたですね、開発手法がエンジニアさんから注目を集めていたりします。このようにビジネス上のソフトウェアの制約というのが非常に重要です。このビジネス上の制約についてですね、問題があります。それはですね、開発の中で、そういった制約がですね、明記されないことも多いということです。ここでは図書館の管理システムを例に説明させていただきます。図書館のですね、ビジネス担当者、この場合スタッフさんにとって重要なのはビジネス上の制約ですね。例えば本を借りているのは常に図書館の会員かどうかといったようなことが大事です。一方で、この図書館システムを作る開発者にとってはですね、この人が記述するのはビジネス上の振る舞いなわけです。例えば、返却されてないっていう本がない場合によのみ、退会処理を受け付ける。あるいは、貸し出しをするときには本当に会員かどうかチェックをするというふうなですね、振る舞いについて書くわけですね。で、実はこの図書館の人が望んでいるこの性質、本を借りているのは常に図書館会員というのは、これらの振る舞いから実は保証されるのですけれども、それはですね、この人、開発者の方が明示的に書いているわけではなくて、暗黙的に頭の中にあることなわけです。で、暗黙的だと何が問題かというとですね、開発者が意識しないわけなので検査の対象にならないという問題があります。そしてですね、この暗黙的な制約、ビジネス担当者の方には大事なのに、暗黙的であるがために説明がなされないという問題もあります。このようにですね、開発で重要な制約であるにもかかわらず暗黙的に扱われるということも多いという問題です。そしてですね、この制約を検査の対象にすることができないとどのようなことが起こるかについてなんですけれども、例えば1年後にですね、別の開発者の人がバージョンアップをしようということでですね、大会処理をちょっと変更する際に誤ってですね、まだ返却されてない本があるかどうかのチェックを外してしまったということを考えます。で、そうするとですね、先ほどの制約は暗黙的であるがためにですね、検査の対象にならない、つまりこのことについてバグに気がつけないわけです。で、そうするとですね、このバグに関連する問題が起こってしまって、それに気づいた後でリリースするのがとても大変だということになってしまいます。このようにですね、暗黙の制約というのは時間差でバグにつながるという問題があります。ここで私の切り開きたい未来というのはツールを提案するのですけども、このツールがですね、振る舞いの記述を見てですね、そこからうまく隠れた性質をあぶり出すということをやってくれます。これによってですね、まず第一に利用者にとっての説明になりますね。さらに開発者にとってもですね、暗黙のうちに頭の中にあったことを明示化してくれるわけなので、それからですね、検査項目、例えばテストコードなどに反映がなされて、結果的にですね、後の開発のバグにすぐ気がつけるというように、バグを予防するということにもつながります。このようにですね、バグを予防したり制約を説明するということにつなげて、安心なソフトウェア社会を目指そうということを考えております。その上での成果としましては、ソフトウェアの振る舞いがですね、常にどのような制約を満たすのかということについて、その制約をですね、詳しくする、そういった手法を提案しています。で、対象としているのがですね、ソフトウェアのビジネス上の振る舞いというのが、論理式の集合で記述されたものを対象にしています。これはその形式仕様と呼ばれます。例えば、図書館の会員退会処理は右の方に示してあるようなもので、会員に入っていて、でも貸し出し情報にない人だけ会員から外れられるというふうなものですね。で、それについてですね、現状の制約にどんな問題があるのか、そして、それをですね、問題を自動で修正する、そういった手法を提案して、産業界の製品の使用に適用を行っています。はい、
で、手法について説明させていただくんですけれども、背景として、変異解析手法という、ソフトウェアテストの分野でですね、よく使われている既存の技法についてお話しさせていただきます。これはですね、テストコードを、の品質を高めるというふうな手法なんですけど、何をやるかというとですね、プログラムコード、テストの最初のプログラムコードに対してですね、わざと人工的にランダムなバグを埋め込みます。例えばですね、x+3 という式を x-3 にしてしまったり、あるいは fx という式を gx にしてしまうというふうなものをですね、たくさん生成するわけです。で、その生成したものに対して、テストコードがそれらのバグをですね、発見できるかどうか確かめることによって、このテストコードをですね、どんなふうに改善すればいいか指針がわかるというふうなものになっています。このようにですね、振る舞いをわざと壊して、そしてテストが発見できるかどうかということをやるわけなんですけども、実はですね、このプログラムコードというのは振る舞い、そしてテストコードというのは検査基準に対応します。そこでですね、私はこのことに着目して、この変異解析手法をですね、振る舞い仕様と制約に応用するということを行っています。で、つまりですね、振る舞いの仕様にバグを埋め込んで、それが制約を満たすかどうかチェックするということをやっているわけですね。ここで面白い点として、バグの埋め込みに工夫を加えてまして、形式仕様あるいは論理式の性質を生かしてですね、体系的な埋め込みを行っています。さらにですね、このチェック結果を受けて自動で制約を強化するという手法も提案しています。ここからですね、この手法についてイメージ図でお話しさせてください。ここにあるふわふわはですね、振る舞いの結果起こり得る事態というのが全て入っています。例えば、ここにある貸出情報にない会員のみ大会を受け付けると、そういった振る舞いについてのですね、事態の集合というのは、例えば貸出情報にない A さんという会員がですね、今まで会員だったけど退会したと、そういうふうな事態が入っているわけです。で、問題としまして、この振る舞いの制約というのはですね、先ほどお話ししたように把握しづらいという問題があります。そこで制約が欲しくなるわけですね。では、この振る舞いが満たす制約というのは一体どういうものなんでしょうか。ここの緑の楕円はですね、この貸出情報は蔵書と人との間の関係であるというふうな制約が満たされる事態が集まった集合を表しています。で、この緑の楕円はですね、振る舞いのふわふわをすっぽり包み込んでいますね。これは振る舞いの結果起こり得る事態というのがですね、必ずこの楕円に書かれているような制約を満たすということを意味します。したがってですね、この楕円の制約というのは、振る舞いの満たす制約を簡潔に記述するようなものであると、簡潔に説明するようなものであるということです。ただ問題としては、この制約というのはですね、ちょっと緩すぎるので、これをもうちょっと詳しくしてあげようということを私の手法が行います。まず、どのようなことをやるかと言いますと、変異解析ということでバグの埋め込みを行います。今までは、例えば貸出情報にない人のみ大会を受け付けるというふうにしていたのを、貸出情報に関係なく大会を受け付けるというふうな変更の仕方をします。これによってですね、何が起こるかというと、今まで起こり得なかった本を貸出中の会員が大会できてしまったという事態がですね、新たに入るわけです。このように、ここではですね、今までのふわふわに角が生えたものができてますけれども、このようにですね、起こる事態が必ず増えてしまう、そんなバグを作って埋め込むということをうまくやっています。で、ここではですね、この制約の中に、この緑の制約の中にですね、やはりまだすっぽり入りきってしまっています。これはつまりですね、制約は緩すぎて検出をすることができなかったということに対応します。で、そこでですね、この制約を詳しく強くしてあげようということが、次に私の手法のやることです。で、ここでですね、今回加わったバグをピンポイントで倒すようなですね、強め方を行います。で、今回の場合はですね、貸出情報というのは、今まで蔵書と人との関係というふうに言ってたんですけど、蔵書と会員との関係であるというふうに少し強めるわけです。少し詳しくするわけですね。で、そうすることによってですね、今まで許されていた本を貸出中の会員が大会できた、そんな状態を制約は許さないというふうなことが起こります。つまりですね、制約が強くなったために、このような事態を検出できたということが言えます。このようにですね、元の振る舞いの起こす事態というのをですね、学習することが進んだというふうに見ることもできて、つまり元の振る舞いをですね、よりよく説明するようになったということです。
このように制約をわざとすり抜けるバグ入りの仕様を作成して、制約を強化するということを繰り返して、最終的にですね、振る舞いをよく説明するような制約を目指すということになります。はい、でこの手法をですね、私実装しまして、強化された制約の式をですね、自動で出力するというふうなツールを作りました。でそしてですね、事例研究として、産業界の仕様、例えばマスターカードによって買収された電子マネーシステムですとか、あるいは、会社の作った個人認証システムですとか、そういったものに適用して制約を得るということを行っています。はい、こちらがまとめになりまして、いろいろ意義深い手法を作ることができたと考えています。ぜひ議論さ、ポスターで議論させてください。